全力ぶっちぎり、マキピロ君と宮でございます。はい、今回ですね、プレミアムセレクションガチャ、これが開催されるんですけど、はい、まあ、これについておすすめのキャラクターとか超大慌てでピックアップしました。おお、ということで早速その情報を皆さんにお届けしたいと思います。全力ぶっちぎり。はい、プレミアムセレクションガチャ、はい、3月23日12時よりスタートとなります。うん、初回10連無料。お、じゃあ何を選ぶのかってとこやね。はい、そんな説明やね。まあまあまあ、まずね、各属性1体ずつキャラクターを選びます。はい、で今回、限定キャラクターとかコラボのキャラクター、期間限定キャラクター、要はアルファやね、はい、その辺は含まれません。通常のキャラクターのみになります。あぶてる面白かった。ちょっと元気やな。ちょっと面白かったよ。今日も元気やな、ね、絶好調やな。はい、まず各属性1体ずつキャラクターを選びます。はい、選び終わると排出対象キャラクターが自分の選んだキャラクターになり、うん、要は星6はこのキャラクターしか出ません。はい、みたいな感じになります。ありがとうございます。お、ありがとうございますか、なんか分からんけど、出ればの話だけど恐ろしいよな。選んだ5体のキャラクターの提供割合は各 2.4%。 ああ、まあ普通のね、ガチャのこと考えたらね。いやでもさ、うん、引くって思った俺。まあまあまあ、でもこんなもんじゃない。うん、うん、で初回無料10連ガチャを引いた後は、はい、1回につきオーブを50個使用することで10連ガチャを5回まで引くことが可能となっております。このガチャじゃなかったっけ、なんか前回かなんかでさ、続きに、20連目オーブいるって知らずに、なんか続けて引いちゃいましたみたいなコメントあったやん。あー、これじゃなかったっけ。あったような気する、確か、うん、だから、気をつけてくださいね。20連目からは有料なんで、はい、皆さん気をつけてください。うん、はい、まあこんな感じのガチャなんですけど、はい、キャラクター紹介していきたいと思います。あ、ここや。で今回はですね、まあ、はい、みんなが何やってんのか分かんないじゃん。まあいろいろだからね、中にはさ、難しいのムルムルムル、はい、言う人もおるわけ。はい、いますね。だその人がさ、難しいところで活躍するキャラクター選んでも使わんかったりとかするわけやんか。はい、ということで、まあ、人によって欲しいキャラクターって結構変わってくると思うので、そうや、クエストとかでちょっとピックアップしました。うん、おえらい俺頑張った。本当やな。ほう、たまに褒めてくれるんや。ありがとう。はい、霊絶の適正キャラクター、はい、まずアジテーターですね。はい、まあ、ここが基本やと思います。っていうのもや、お、これ始まってすぐアジテーター来んの。あ、このガチャが始まってね。うん、3月23日に始まるやろ。はい、この3月23日の19時からアジテーターが降臨すんねん。すぐだね。そうだから、ここ重要かなと思ってちょっと長めに喋ります。霊絶はワクワクの実だっけ、あれもういらんのね。いらん、うん、取ったらもうすぐ使える。いや、レベル上限解放、まあ、線形解放とか、そこの辺 は、ね、ちょっと必要かもしれんけどな。はい、まずアジテーターは貫通に反射にが編成のベースになってきます。はあ、で俺のじゃあ周回パーティーはっていうと、はい、バルムンク、スノードロップ、禁止編、アリスアルファでございます。はあ、で編成の優先度、はい、むっちゃ高いのはまずバルムンク、ここがベースになる。うん、でスノードロップ、アリスアルファ、はい、高いのが禁止編かなと思います。はあ、うん、っていうのもバルムンク2とかでクリアしてる人も結構いる。うん、ということでちょっと各キャラクターもね、軽く説明。はい、バルムンクは殴り火力、遅延、あとストライクショットの火力っていうところかな。うん、スノードロップは加速友情、弱点露出、うん、アリスアルファは殴り火力、友情、そしてストライクショットの火力。うん、まあ、ざっくり言うとこんな感じ。うん、じゃあ禁止編はってとこやんね。はい、うん、まず一つ目、スノードロップが雑魚処理ワンパンラインに達してないんです。ほう、だからその残りをスナイプバレットが友情で処理してくれたりとかします。なるほど。二つ目が火力貢献、うん、これは超バランス型の補正とアップポジションキラー、うん、で三つ目がストライクショットの火力とあとガイド付与。あー、でかいね。そうだから、まあ、ぶっちゃけ禁止編を編成すると、うん、まあ、道中の攻略が、まあ、スムーズになるかなと思います。うん、まあ、こんな感じやね。はい、だから一緒に周回する仲間がもう決まってる人とかは、うん、ちょっとその仲間に相談して決めるのがええやろね。ああ、なるほど。
うん、全員で一斉に弾くんじゃなくて、はいはい、俺何々出た、あじゃあ俺何にするわ、ね、あなるほどね、うん、そんなんでした方がええと思います。はい、次行きましょう。はい、フォーサーかな。はい、フォーサーになってくるともうアレスの一択になってくるから、あうん、ということでまとめると、はい、アジテーターはバルムング、スノードロップ禁止編、うん、フォーサーはアレス、うん、って感じかな今のところ霊絶はね。はい、はい、お次行きましょう。はい、天魔の適正キャラクター、うん、試練の魔からいきます。はい、1ヤタガラス、ジェラルド、ブリキッド、うん、2の魔、中富の鎌足り、3の魔、大国主、4の魔、シトリン、ドンキホーテ、5の魔、ブーゲンビリア、ハデス、6の魔、ネプテューネス、7の魔、スノードロップ、坂の上、田村マロ、坂の上の、ノエ、坂の上の田村マロ、はい、あとギムレット、はい、なんでそんな変なえ、ただここって、あの、役も編成するからっていう、うん、はあ、あのパーティーになってくるかな。なるほど。で8がヒヤシンス、9がムー、フヨー、サルタヒコで、10がオニキス、はあ、オニキスきついけどな、懐かしいなオニキスって、うん、いやここしかおらへんからね、はあ、そっか。で EX のアーキレット、これが K とかレンジローになってきます。はい、この中からちょっといっぱいいるんでおすすめのキャラクターピックアップしました。はい、まず7のスノードロップ、坂の上のタムラマロ、ギムレット、はあ、ここに関してはそれぞれなんか使う場所が他にも持ってるんで、あ、ね、まあいいかなと思う、うん、で8のヒヤシンス、これに関してはヒヤシンスっていうのは今はね、この8って言ったらエクスカリバーがぶっ壊しとるわけ、うん、なんやけどヒヤシンスってエクスカリバーの編成だろうが、うん、要は反射の強いキャラクターばっかやからやっぱ貫通欲しいなってなるんで、うん、うん、その中でもうヒヤシンスっていうのはもう不動の地位を築いとると言っても過言ではないから、まあ冷やしんすかなと思います。はい、あとは EX、 K、レンジローも来るけど、まあ、ここに関しては、まず出すの大変やから、うん、まあ後回しでって言うてもええんちゃうかなと思う。はい、ただでもほら空中点やりたいんやったらな、うん、この辺そうなってくるから、うん、そういう感じでございます。はい、はい、じゃあ空中点いきましょう。はい、まず1がチェシャネコ、2がシード、3がフーコ、霊炎郷、福島雅則、4が張飛、5が赤マナフ、ウィンディ、6がプロキョン、7が犬塚、シノ、8が、まあ、あんまおすすめせえへんけど、ラプンツェル、うん、9が篤姫、10が、まあ、モールス、EX が三蔵法師、うん、となります。なるほど。で、この中で、じゃあおすすめって言ったら、まあ、チェシャネコ、シードル、赤マナフにやってくるから、うん、現状ここはちょっとしばらく変わらんのじゃないかなと思ってるから、うんうん、はい、じゃあ天魔はねとりあえずやりたくないっていう人も結構いると思います、うん、はい、ということで近畿の極いきましょう。はい、で近畿の極の深淵、うん、一応触っていきます。火に関してはアクアマリン、水シェイクスピア、木泡盛、孫悟空、光解体新書、電動リルル、闇、ニョイボー、EX、モンタナ、うん、こんな感じになってきます。はい、ただ深淵に関しては正直無理せんでもええよねって思う、うんうん、だって別に周回する数増えるだけやんと、うん、クリアしてる人とね、じゃあそこが差出るっていうぐらいだから、うん、まあ全然スルーしてもええんちゃうかなとは思います、うん、はい、じゃあ30から26、はい、まあ要は上の方やね、うん、うん、で裏表あるんで両方とも触っていきたいと思います。はい、まず表の30は、まあ、安倍の生命ぐらいかなと思います。あとほとんど限定キャラクターや。あー、裏の30はジョアユーズ、あとダイヤモンド。表の29は大谷義嗣、あとピムス。裏の29はクロノス。表の28ハリケーンブレイク、これいいと思った。うーん、そう、あとはもうほとんど限定やな、ここまで。そうか、うん、裏は28、ラザニー、うん、ここもそうやね、聖徳太子がベースになってくるからね、うん、表の27ニーチェ、アルタイル、ユピテル。裏の27シェイクスピア、著白海、うん、で表の26がローレライ、裏の26がテキーラ、ジェラルド、オーディンとかになってきます、うん、はい、まあここに関してはあのオーブが毎月絡んでくるんで、うん、ちょっとキャラクターおらへんっていう人はちょっと一回調べてみるといいかもしれへん、うん、なんか本当にそれが一番ベストなのかとかいけそうなのかというのとかね、うんうん、まあ、周りに聞いてみてもいいんじゃないかなと思います。はい、はい、じゃあ次は豪絶の適正キャラクター、うん、
でまず使用頻度が鬼高いこのキャラクターがおるわけですよ。ほう、それがドケソコトリとサマ。あーそうね、この2体はマジでめっちゃ使う、うん、ということでまずドケソコトリからコーディリア、あとパーシバル、うん、まあここになってくるかなと思う。これねどっちがいいかって言われたら結構困る。まあそう、うん、立ち回りやすさはパーシバル、火力はコーディリアっていう感じになるから。なるほどね。やけど基本パーシバルで行っても全然攻略できるから、うん、うん、俺はパーシバルの方が楽やなっていう感じがする。うん、うん、あ、じゃあサマ行きましょう。はい、これは茨城同士、あとマモン、うん、となってきます、はい。まあ、コネクトスケールとかねその辺もあるので、まあ、基本的に2-2で編成してもええんちゃうかなと思う、うん、もしくは茨城3のマモ1、これでもいいと思います。お、はい、じゃあその他のゴーデスキャラクターいきましょう。ママゴアシになってくるとアルビリオン、なんかさ公式の方でもいろいろやってるやん、うん、まだこれ光るかもな。なんでなんよね、わからん、えらい押してるからな、うん、指レギリカダ、うん、ここはねもう本当に限定キャラクター抑えて、うん、うん、トップレベルなんで。でカルニベ、ゲオルギオス、シャトル、まあ受信抱えしたばっかりね、シャトルが ね、うん、離れコグニはヒュプノス、あとネネ、うん、プレデビオルがエリザベス、ブレイク、リンツ、うん、ここもほとんどがまあ限定キャラクターとかコラボのキャラクターになってくるな、適正キャラクターは、うん、ベジテパラ、清少納言、ダイヤモンド、うん、まあキリンジおったら別にっていう感じはするけど、うん、アンペア、シトリン、モンストブライト、うん、ここもソロモンおったらっていう感じやな、うん、うん、まあざっとこんな感じでございます。はい、お次は覇者のファーストシーズンの方、うん、一応報酬ありますよねっていうところでピックアップしました、うん、通常の方はね、まあ、まあ、みんな普通にやりとる、まあ、大丈夫、いいとこあるからね、うん、ということでファーストシーズンいきましょう、はい、31、ここに関してはカンウ、ノイシュ、ミソラ、アルビレオ、32、エメラルド、スノードロップ、ジョハッカイ、ベテルギウス。33がナスカ、真田幸村。34がブーゲンビリア。35が三蔵法師、うん。まあこんな感じかな。はい、まあもちろんね、上位互換っていうか、限定キャラクターがまあ上位におるんですけど、まあ、うん、まあちょっとそこが足らへんっていう人とかはね、うん、この辺選んでもいいんじゃないでしょうか。はい、あ、じゃあ最後になります。ここも結構重要やね、うん、初歩の高速オーブ回収、あ、いいね、うん、まず今ちょっとキャラクター出しましたけど、うん、編成の特徴ってまず編成を変更しなくていい、うん、一回一回変わるのめんどくさいもんね、うん、あのその時間がまずもったいないよね、うん、うん、だって編成いちいち調べてやっとってってなったらさ、もうロスロス、めっちゃロスするから、うん、もう突っ込めるわけですよ、はい、で反射貫通、サソリの処理、あと共有上で、まあ、編成してやります、はい、であとワンパン攻略ができる、お、うん、だから基本的めっちゃ早いよね、うんうん、で最後に3つ目、極み究極、まあ、激究極、うん、激究極ちょっとしんどかったりするんやけど、うん、まあ、大概いけます。おー、いいね、うん、だから、まあ、極みに関してはもう絶対いける、はい、うん、究極も大概いけるかな、うん、うん、激究極はたまにちょっとしんどいところも出てきます、はい、ただハーメルンパイプに関しては他のキャラクターで代用はできるかなと思います、うん、ただそうなってくるとちょっとルシファーのコネクトスキルが外れる可能性が出てくるんで、うん、まあ、そこ注意でな、うん、コネクトスキルの章使ってる人は全然問題ないんだけど、うん、まあ、そこだけ、ちょっと頭に入れておいてほしいかなと思います。はい、はい、大量にキャラクター紹介してきたんで、うん、分からんっていう人のために一応おすすめのキャラクターピックアップしました。おう、ただ全員に当てはまるわけではない、うん、もちろん、うん、そりゃそうや、うん、だからさっきバーって喋ったことをちょっと参考に自分の中で欲しいキャラクターピックアップしてもらったらなと思います、はい、ということでそういうのがまずガチでめんどくさいという人のために、紹介したいと思います、うん、まず火属性はヒアシンス、泡盛、うん、まあこの辺かな。ここに関してはちょっと当分使うんちゃうかなというところでピックアップしました。水属性アルビレオ、うん、アルビーはちょっとまだ適性食える可能性もゼロじゃないよね、うんうん、まあただもうここに関して使いどころがないっていう人は他のキャラクター選んでもらっていいんじゃないかなと思います、うん、木スノードロップ、
うん、まあ結構紹介した中でもスノードロップの名前ポコポコっと何回か出てきてると思います、うん、要はそんだけ使えるキャラクターやし、うん、あと加速友情持ってるところから、うん、まだこれ、活躍する可能性はあるんじゃないかなというところで、ピックアップしました。はい、光属性のところ、シードル三蔵法師、うん、どっちもちょっと高難易度向けのキャラクターやから、うん、人によっては全然いらんかもしれんけど、そう、ね、うん、まあでもシードル欲しいと思ってる人が多いんちゃうかなと、あ、そう、うん、空中転やってる人でシードル持ってなかったらしんどい、あ、やってる人はね、うん、ここもしばらく変わらんのっちゃうかな、うん、あとシードルって何気にベジティパラも使えるっちゃ使えるから、ヒーリングボムスローで、あー、だからあれを持ってるっていうところから結構ひょっとしたら他でも使う可能性ってあるかなと思います、うん、三蔵法師に関しては、まあ、ちょいちょい名前出てくるし、あの普通にスペックが高い、うんうん、なんで、まあ、これも地味に活躍するキャラクターからピックアップしました、うん、闇属性はカダ、これは限定キャラクターを抑えて火力トップレベルのキャラクターになってきてるんで、うん、まあ後日指で切り運極になっちゃったら正直使い道は、うん、まあないとは思うけど、うん、でも運極じゃない人はでカダ持ってないってなったら、うん、ちょっとあれやからやっぱカダはピックアップしました。あとテセウス、はい、まあ、正直テセウスにしかできない仕事ってあるよね、うん、限定キャラクターでもできないことやっちゃうよねっていうようなキャラクターなんで、うん、やっぱテセウスはピックアップしたかなという感じでございます。はい、まあいろんなキャラクターピックアップしましたけど、自分にとってね一番何がいいのかっていう、確かに、まあ、確率で言ったらそんなに高くはない、うん、むちゃくても、だからこそこう悩んでる時間も楽しんでもらえたらなと思う、うん、うん、ディアンカットしても、ちょっとワクワクできたから無料としていっかぐらいのね、まあ、ただやからね、うん、うん、感じで、まあ軽い気持ちで、でもなんか楽しんで選んでもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、そのみんなが楽しむことに対してちょっとでも、貢献できてたら嬉しいかなと思います。はい、よければ皆さん、チャンネル登録、高評価、あとコメントの方もお待ちしております。お待ちしてます。ちょっとね今回ね緊急でねペーって作ったんで、ちょっと抜けてるキャラクターとかいるかもしれません。よかったら、皆さんのおすすめキャラクターとかも、コメント欄に書いてもらえると、あ、なるほど、あ、このキャラクター持ったなとか、ね、うん、みんなが参考できると思うので、よろしくお願いします。お願いします。以上、今回の動画はこれで終わりたいと思います。それでは皆さん、せーの、いい目見るよ。ありがとうございました。ありがとうございまーす。いやー、これやばいね。え ?10 連で出りゃええけどな。まあ、でも前回なんやかんや出たことないっけ。全然覚えてない。あれ、なんか結構出るガチャって私、なんか印象残ってる。私はどんなガチャでも出そうや。こんなこと言っとるけど実は全然出てなかったかもしれんけど、ちょっと見直してみな、分からん。どうする。で去年ボロッカスやられとってめっちゃキレとったらめっちゃおもろいな。はあ、どうやったかな、覚えてないわ、全然記憶にないわ、はあ、うわー、よかったら過去の動画も見てください。お願いします。